ね、そうね、そう。あ、押しすぎた。こんにちはです。今日も暑いですね。暑くてびっくりした。びっくりするぐらい暑かった、暑かった。まだ。男女が続きます。この顔でちょっと見るの恥ずかしかった。なほう。皆さんお昼時ですか？お昼休み？昼休みですか？コシーさん、だるまさん、ありがとうございます。暑いけど怪しげな雲も出てきてる。確かに、なんかさ、日が差したりさ、日が差さなかったりしてる。まるこさん、こんにちは。こんにちはです。こんにちは、くまちゃんです。無事大阪来ましたか？あ、先生、こんにちは、くまちゃん。やっほー、昨日はお疲れ様でした。ありがとうございます。今日は来てくださった皆さん、ありがとうございました。テリーパーリーさんでした。動物、なんか狼みたいな動物さんになったよ。ヘンジさん、バラさん、ありがとうございます。ワンちゃん、ヤッホー、ヤッホー、ありがとうございます。ヤッホーさんだよ。大阪は夜には豪雨らしいよ。え、そうなの？え、今日雨降るん？何時から？え、傘持ってきてない。傘持ってきてないよ。やばい。え、困った。ゲリラ豪雨ってこと？どうしよう、どうしよう、どうしましょう。折りたためはあるはず。折りたためでいけるかな。滋賀で降りて行きましたが、間に合いませんでした。大阪には行きました。ありゃ、間に合わなかったのね。仕方がないね。それはそれはそれは。ガラ先生、ハート、ありがとうございます。大阪に湧いてます。ついてます。大阪ついてる？よかった。こっちついてる。んで、よかったです。確かになんかさ、こっち見たらめっちゃさ、なんか青空見えるのにさ、こっちを見たらさ、あの雲、ちょっと雨降りそうな黒目の雲がある。まあ仕方がないね、この季節だから。この間もさ、なんか雨さ降るの知らなくてさ、雨降ってきちゃってさ、傘ないっていう日があった。困ったね。まろちゃん、こんにちは。くまちゃん、こんにちは、くまちゃんです。
スです。なんだかんだ最近さ、雨なんかないイメージが。雨なくない？久々の雨。な気がするよ。先生、これからお昼ご飯だよ。何食べるんですか？みんなお昼時だからね。昼ご飯何食べるの？何食べますか？でも暑すぎてさ、ね、スプーンにしたものがさ、食べたくなるの。こんなに暑かったら。こんにちは、くまちゃん、やっほー、やっほーでございますよ。1週間で帰りますが、すぐ戻ってきます。あれ、最近行ったり来たりしてること多い？なんかそんなイメージ。大変だ、運転して。ミキさん、こんにちは。犬です。今日はワンちゃんをもう見ました。なんか自転車のカゴに入っててさ、すごいね、あれみたいだった。ぬいぐるみかと思う。ぬいぐるみみたいな、トイプードルだったけど、めっちゃぬいぐるみみたいで、ぬいぐるみかなって思ってたら動いたからびっくりした。しかもさ、そうそうそう、トリミング、なんかトイプードルってさ、お鼻周りの毛があるさ、普通多分みんなのさイメージだと思うんだけどさ、なんかね、お鼻周りの毛がないのがね、本当のね、トイプードルのね、なんかカットの仕方の、それってあんまりないんだよね、普通に飼ってた。そのタイプのさ、トイプードルさんだったから珍しいと思って見ながら今日。西田子さん、ありがとうございます。月の早川さん、こんにちくまちゃん。こんにちくまちゃんです。行ったり来たり大変です。そうだよね、めっちゃさ、めっちゃ日がさ、さしてきた。そうだよね、行ったり来たりね、近い距離じゃないじゃんね。さ、眩しすぎてさ、見えにくい。この生活スタイルは来年も変わりません。名古屋で、名古屋って知らない、近くなるけど生活スタイルは変わらなくて、どう？ハッシーのポスターを貼ってくれて、チラシも置いてくれてる散髪屋さんに行ったんだよ。は嬉しいね、宣伝してくれてありがとうございます。さっぱりさっぱりしてきたの、散髪屋さんで。
なんかさ、なんか髪切った後にさ、髪切ってさ、会いに来てくれたりするとさ、なんか新鮮って感じがして、見れるの嬉しいってなる。名古屋と大阪と行ったり来たりだよって。距離はね、近くなるけど、こちらにしろね、行ったり来たりは。大変よな。やっぱさっきのさ、久々にさ、運転をしてさ、やっぱね、運転してくれる人のさ、ありがたみをさ、より感じたよね。運転の大変さとさ、ありがたみをさ、そうなのです。さんに愛知生誕祭のチケットを配ってくれたんだよ。お客さんに配ってくれたの？散髪屋さんで。嬉しいですね。もらってくれたお客さんびっくりやな。そんなね、そんななんかあんまりさないもんね。くまちゃんが車を運転している動画があったね。そう、昨日運転してその姿をちょっとだけ、ちょっとだけね、でも本当にちょっとの距離しか運転しない、1キロぐらいだけどね。そう、でももうちょっと乗ったら、あ、もうちょっと運転なんかできそうって思った。意外ともっとできないもんだと思ってた。意外とね、なんか意外とちょっと感覚じゃないけど、なんかこんな感じだったなっていうさ、そんな感じのをね、取り戻しました。でも駐車はしてないから駐車ができるか心配。でも本当はバックをする予定じゃなかったの、下がるのをね。でもなんかガソリンスタンド屋さんで前に出すぎちゃって、バックしてくださいってガソリンスタンドの人に言われてやったけど、できたから、スムーズにできたからよかったと思って。そう思ってた。大阪に行くのは10月までで、11月からはもう行きません。あら、え、11月くらいになったらさ、じゃあ会えなくなっちゃうってことね。それは寂しくなりました。ムーンさん、こんにちは。チキンさん、ありがとうございます。散髪屋さんでクマちゃんが動物看護師の資格を持ってるって話してたら感心してた。わ、ありがとうです、お話ししてくれて。でも本当に持ってるだけなんで何もできん持ってるだけの人だから、ちょっとね、そうそうそう、
護士としてちゃんとあのお仕事できるかなって言われたら多分できない。そう、あのペーパードライバーでしょペーパー間違いなくペーパー。もうね多分ね去年いっぱいさ、去年から一昨年にかけてさ、その国家試験のために勉強はしたけど、そんなんもうあの全部抜けてる絶対。そう短期記憶にしか入らんかった多分。でもね図書館行ったら、まあ、お家で勉強したりしておりましたよ。そう、でも本当に1ヶ月ぐらい2月だったから年明けてからあのめっちゃ勉強した。それまではそんなに全然勉強してなくて、そうやっぱり2月にあるんだよなっていうのを多分ね1年前ぐらいに決めたのかな。全然なんか本当に受けるとか思ってなかったけど、そうでもやっぱ受けようと思って1年後って思ってて、でまあ必要な書類を千葉の学校に遠征の時に、東京遠征の時に一緒になんか取りに行ったりとか、なんかそういうのはしてたけど、そうで勉強しなきゃな勉強しなきゃなをずっとしててちゃんと結構本格的に勉強し始めたのはあの年明けてからだったんです。そうだから短期記憶にしか入ってないし、なんかねあとさやっぱさ仕事しながらとかだったらさ入ると思うんだよ。なんか実用性とかも分かるしと思ったけどね、お仕事してるわけじゃないからさ、よりねよりなんか文字だけ、まあ、写真とかもあるから写真とさ文字となんか見る実践とかがないから、その辺がめっちゃ不安だったけど、そんな感じなのです。でも取れてよかったなって思ってる。いやまたさこんまちゃんこんばんはこんにちはこんにちはくまちゃんです。魔法さんでございますよ皆さん。なんかねでも活かせる機会とかね難しいなっていうところです。そうなんだ。CDC ボックスのすぐ近くだからいつか行けずに行ってね。 CDC ボックスの近いんだね。その散髪屋さんは覚えとこう。ありがとう。まあね、あんまりないからねめったに。うんって感じですね。そうなんですけど、はあ、なのでね皆さん今何時だろう。今何時ですか。携帯してるとさ携帯のさ朝使えないからさ、お家でしてたら、まあ、時計見えるところだったらあるけど、まあ、時計ないから何時やろうってしてる。何時ですか。みんファンの方がたくさんありがとうございます。大阪でね活動しているアイドルグループファンシーというグループのくまちゃんです。よかったら SNS のフォローもお待ちしております。1時5分前12時55分ことだね。 OKOK 教えてくれてありがとうです。じゃあねそろそろメイキングを読みたいと思います。先生ながら星ありがとうございます。ということで13位はメロディーさん、
ありがとうございます。ついに水気よく季節さん、ありがとうございます。ついにムーンさん、ありがとうございます。ついは月の部屋からさん、ありがとうございます。キューマルコさん、ありがとうございます。8位タンタンティさん、ありがとうございます。7位ザキさん、ありがとうございます。6位ポンちゃん、ありがとうございます。5位トラちゃん、ありがとうございます。4位ドラ先生、ありがとうございます。3位テッシー、ありがとうございます。2位がブシーさん、ありがとうございます。そして1位がシンジさんです。ということで、皆さんお昼から見てくれてありがとうございました。はい、今日はね、バルーンさんにてライブありまして、45分もね、ライブ時間あるので、たっぷりね、楽しめると思います。そしてね、ニーヨーさんと衣装交換もあるので、ぜひとも皆さんバロンさんにてお待ちしております。あとはね、9月15日のキャリーパーリーの、ね、詳細も出たのでね、みんなそっちもチェックよろしくお願いします。よし、お疲れ様、つくまちゃんライブ応援してるよって、ありがとう、途中で倒れないよう頑張ります楽しすぎてね、体力万全でさ、そう楽しもうね。ではありがとうございました。またねー。